IBM I は IBM Power Systems 及び IBM Pure Systems に搭載されているオペレーティングシステムである。1988年に IBM のミッドレンジコンピュータ向けに開発された OS であり、かつては OS400i5OS と呼ばれていたが2008年に IBM I に改称した。IBM I はシステム36やシステム、 38などの IBM の過去の汎用ビジネスシステムとの互換性を提供するサブシステムを組み込まれている。IBM はかつての OS400 をターンキーオペレーティングシステムとして設計した。すなわち通常動作中はほとんどオペレーターを必要としないシステムである。例えば IBMI は DB にデータベースを内蔵しているが、 これは別途インストールする必要もないし、メンテナンスも必要としない。システム管理は言葉が生まれる前から、ウィザード方式を採用している。IBM I はまた最適化された Java を実装しており、ハードウェアも Java 用に最適化している。それ自体はグラフィカルなオペレーティングシステムではないが、クライアントとしてアクセスできる製品として、i シリーズナビゲーターがあり、 ウェブベースのグラフィカル管理システムとなっている。IBMI はパワーシステムズおよびピュアシステムズ上で X および Linux と共存できる。IBMI プログラム開発環境は本来ライブラリーにリンクするという概念がなく、コンパイル時にリンクすることがなかった。1995年に IBM はイルというパラダイムを導入し、モジュールという概念が導入された。 これにより、様々なプログラミング言語で書かれたモジュールをリンクすることが可能となった。最近の機能強化では、テストフル API への対応や、情報漏えいを抑止するためのセキュリティ強化のほか、Node, JS, Python, R 言語、MonoGit などの各種オープンソースソフトウェアを簡単にインストールするための機能強化などが図られている。また、 他の OS やアプリケーション開発基盤との操作性を共通化するためにデータは EBCDIC だけでなく u t f とデータベースの作成やアクセスは業界標準の SQL 画面は5250エミュレーター以外にウェブブラウザーにも対応し開発環境には Eclipse や Visual Studio も使用できる親和性を有しているありがとうございます